今日は箕輪にいます。箕輪にもウィラサクレックジムがあるんです。何回か来てるけど、実はライトヘビー級チャンピオンブライアンが箕輪で練習してるんで、今日はブライアン選手にプレゼントを持ってきました。エルグランドーグラブス、エルグランドーグラブス、割とお気に入りになったんでちょっとプレゼントしようかなと思ってます。はい、Speaking of the devil. Oh, man, what's up? Well, 超偶然。超偶然。I am the champion. Gamurai Petto. Yeah.今度行きましょう。はい、すみません。今週行ける？今週末？いや、日曜日なら行けるよ。いや、日曜日やってます？日曜日2時まで。行く？選手いますか？ガムライペットとか。ガムライペットとラスイチンと。そっち？練習？日曜日？おや、じゃあ行こう。OK。いや、しょ、箕輪ジム。This is it. トレーニングするか。しますか。するか。しましょう。Yes. Alright. シンジは今走りに行きました。さすがプロ選手。帰ってくる前にもうささっと僕はトレーニング終わらせて、後から撮影できるように。Let's do this. モイタイナンバーワン。翔くん、指導してもらってます。これマスクの。これマスクの。はい、まあ、そう。はっ、ラッシュ。いいよ。マスク、ああ。一体じゃない、覚えてない。だから、一体ちょっと覚えてる。で、じゃあ、はい、よ。ラッシュ。ああ、やっ、ラッシュ。おお、マスク、はっ。寒いですか？寒いです。毎回コンコン聞こえないから、え、毎回プラス10秒追加だよ。あ、そうなの。
残念ながら僕の大好きなガムライペットがいない。今マカリにいるらしい。でもあのフェザー級トーナメントに出場する名前を知るか。タイ人。後で名前聞いておきます。うん。ガムライペットはねすごいよね。僕が憧れた。ガムライペットのミッド打ち見たい方は前回のブログを見てください。今日も練習頑張ります。どこは辛いよ。やるしゃ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 るし
No problem. Oh, それは硬いな。硬い。塩を食ってる。何ラウンドだった？今4。4ラウンド。蹴りと膝が一番疲れる。これはやはり対人のトレーナーのミット持ちはナンバーワンですよ。ありがとうございました。ウッ先生、ミノワウイラサックです。ミットうまいんで。対人のミットって疲れるんだけど痛くないよね。痛くない、強く殴りかさない、触るぐらい止まるから、うんうん、そしてチェックしてくれるんだよね。加減がすごいうまい。いや、うん、なんか元選手だからみんな人の強さの判断が正しいっていうか、そう、合わせてくれるよね。まあ本人のフィットネスレベルに合わせてトレーニングしてくれるんで、指導してくれるんで、うん、皆さんおすすめします、うん、大きく、まあ、プロの方になるんですけど、大きく受けるように見えてるんですけど、ちょうどいいところで合わせますね。いやー、もうまた切れちゃったじゃん。グローブもっと大きいの必要だよ。 Great Fight Shop、 このパナマグローブズ14アウンス必要。あとね、数ヶ月で入庫されるらしいから、そう入ってからゲットしないと。いや、先生すごい、すごい、すごい、モエタイナンバーワン。やばいね、もうすごい。ありがたい、ありがたいね、うん、優しいね。これ石でしょ、石。先生、選手スタイルなんだ、ファイト、モエカオ。もう一回膝、首、膝、首相撲。うわー、怖っ。うわー、おいー。今日はありがとうございました。ありがとうございます。俺、背後練習してる、くんちゅーあらいまいかくんちゅーあらいかくんちゅーあらいかそうです。ありがとう先生、名前は？僕、モーです。モー先生、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。シュッシュッシュッ。彼見てて、本物見ててちょっとかっこ悪いですね。しょうがないですよ。
そんなこと言わないで。いや、ワンデー。トレーニング終了です。お疲れ様でした。うん、ナオト、いかがですか？気持ちはどうですか？でもその前になんか K1 の取材が来たから。あ、来たよね。そう。本当はもうちょっとゆっくり過ごしたかったんだけど。そう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 、いろいろ話したかったんだけど。そうそう。でも多分時間かかるよねこれ。まあ時間かかるし、ちょっと邪魔。ちょっと邪魔っぽい。ちょっと邪魔っぽかったから、うん、すぐ。ファミタイムいつも邪魔っぽい気がするんだよ。いつも何かどこかで現れるから。サプライズで行きますよ、ね。サプライズで行きます、ね。今日も僕も10日ぶりのトレーニングで。サプライズで行きましたね。そうだね。体がサプライズしました。なんか辛いトレーニング見えたかもしれないけど、全然死にそうだと思ってたよ。あ、そうなの？いや、でも最後吐くと思ったもん。最後吐いたよ。口の中ちょっと吐いた。いい練習できたし、なんか全然痛くないんですよどこも。うん、俺痛いよ見て。あ、本当だ。先生ミッドうまいね、持つの、うんうん、すごいパワートレーニングになると思います、うん、やっぱりうまいよ、タイ人のミッド持ちは、うん、The best、ナンバーワンです。いいミッド持ちと悪いミッド持ちの違い、もうワンワードで。いいミッド持ち、いいミッド持ちはまあトレーナーがうまく個人個人みんな打ち方蹴り方違うんでうまく合わせてくれて、うん、あなたのスタイルとフィットネスレベル経験、うん、年齢に合わせてくれるミッド持ちが僕が一番いいと思ってるんです、うんうん、でここのジムは本当にそうですね、みんなの個人レベルに合わせてやるんです。俺はこうやるんだっていうよりも、あー、なるほどね、うん、そこがかなり大事と思います。特にみんなプロを目指してるわけじゃないし、アマチュアも出るつもりもない人がいっぱいいると思うんで、いや僕みたいに、うん、運動希望とかストレス希望、あ、ストレス解消希望で、ストレス希望ストレスバイバイ希望、ストレス解消希望で来てる、うん、お客様いっぱいいると思うんです、うん、そのゴールに合わせてサポートしてくれるトレーナーが本当に大事だと思います。そしたらみんなも続けてジムに通うし、ね、うん、それがキーですね、それが一番大事だと思います、うんうん、あ、ごめんなさい、あ、いいのよ、あ、いいです大丈夫ですか、すいません、どこだ、はい、すいません、なんだっけ、なんか今日いろいろ邪魔してますね。だから今日ファミリータイム、今 K1 の飛び膝がうまい、そうそうそう、 K1 フェザー級57キロトーナメント出場者、多分勝つ人、あ、もしかしたら必殺技今日見てきました、うん、オープンワークアウト、記者会見、公開練習を撮影してるんで、それもちょっと邪魔っぽかったんで、うんうんうん、ファミリータイム出ていけってな。でもキャメラマン俺だから知ってたよね、うん、あ、ファミリータイムだって、井上のビデオ見たって、あ、そうそうそう、うん、井上のビデオチェックアウト、そう、ナオト楽しかった、楽しかったよ、まとめて楽しかった、なんか僕まだカメラ見てないから、あ、そう、映像、まあ、映像はひどいけど、映像結構ひどい感じだった、映像やばいと思う、うん、やばいと思う、ビラサクレク会長超ウケてたから、うん、ウォー先生、うんうん、優しいね、うん、そんなに教えてくれる先生がいるって思った、うん、そう、俺もミッド追加で持ってくれて、そうそうそう、いやー、またぜひ戻って指導してもらいたいです。今日の動画はここまでです。スマッシュいいね、スマッシュ登録、バイバイ。